怪獣の音侍。よいしょ。はい、どうも、若手 TV 高田風美です。ベテランチです。ゲスト出演させてもらってます。あ、どうも。まあ、さっきメインチャンネルで、はい、カベスと風美と3人で撮影してたんですけど、はい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 。その後ラジオ撮ろうということで。折れ線グラフをね、折れ線、何グラフやれ。まあ、折れ線グラフ。折れ線グラフをね、やらせてもらいましたけども。そうそうそう、またお楽しみにということなんですけど。はいはい。あ、これは、その前にも。あ、もう出ちゃいます。出ちゃうという、はい、時系列的にはね。そうです。じゃあ出てるよということで、はいはい、視聴者が楽しみにしていただけたら後々出るんですけど、まあ、カベスはちょっと都合で帰ってしまいました。はいはいはい。何話します？いや、俺もう話したいことあんのよ。てか実はラジオとかようあんまないっすよね。フリートーク、フリートークないよ。全然ない、全然ない。分かっててないっすもんね。分かってもそうね。ゲストで呼ばれても基本やっぱね、モンスターやるっすもん。ちょ、なんか、ピエロじゃ、なんか仕事でやってるみたいな。いやいやいや、完全に。普通に YouTube で、わが TV、高田風美、楽しんでやってますから。うん、いや、まあ楽しんではいると思う。はい、え、何話したいんですか？ありがたいな、持ってきてくれて。いや、これは、はい、完全に、最近めでたいニュースあったでしょ、と。結婚。結婚？え、誰がしましたよ？ちょっと待って。ボケるから。ボケるから、いやいや、深刻深刻い。最近結婚した人で、めでたいニュース。まあ僕ら界隈というか、俺ら界隈か。え、鼻を？いやいやいや、してる。情報古すぎる。え、鼻を結構前。結構前や。あれ、ミサさん。あれ、どれぐらい前でした？あれ、2年ぐらい前ちゃった。あ、そうか、そんな経つんや。鼻をはそう。鼻をさん、そうか。いや、幸せにね、夫婦チャンネル、平沢家やってます。ちょっと花を今ね、メンタル的に崩してるみたいで。頑張ってほしいですけどね。今、今日か、ストーリー見たら、部屋の中から、空の写真撮って、花をって積乱雲が好きやから。あ、そうなんや。花をって積乱雲好きなんや。花をフリークっすもんね。花をフリーク。花をのキッズっすもんね、結構。そうそうそう、2017年ぐらいからね、花を見てますから。積乱雲の写真、いいの撮れたら送ってと。いうふうに花を今年はちょっと窓かなになりそうやわみたいな、ちょっと心配なストーリーを上げてましたけど、のまあまあでもミサさんいるからね。ね、うん、いや、あの病気のなんか病気ですみたいな動画、ああ見た、あ見てるね、花を、花を追いかけてんの珍しいね。いや僕 YouTube 全部見てるんで。いやすごい仕事なんで、コンテンツ全部見東大生。あ、いやいや、俺あいつ嫌いなんですよ。ちょめちょめクラブ大島さんね。あの人に俺鍵垢で悪口言われてんのか。ああ、いや、まあ大島さんは、これ大島さんはまあ多方面にね、そうそう言う人やから、まあ、鍵垢で言ってたっていう。あの俺はこいつのこと一回も面白いと思ったことないって言われてた。あの本人のとこ行かないでくださいね皆さん、うん、僕の中ではもう水流し。あれが B 面ってやつか、サブ。 B 面と C 面があって、 C 面もあるんだ。 B 面はサブなんですけど、はいはい、C 面は鍵垢でファンしかフォローできひん、はい、2000人ぐらいの価格が。怖いな、コンテンツ全部見東大生さん。普段の自分を A 面やと思ってるっていう。やめたれ、もうやめよう。ちょっと俺も普段は悪口言ってるけどね、ラジオで悪口は、ね、確かにね、学歴以外では優しいですもんね。だってコンテンツ全部見東大生、そもそも東大やし。あ、そうかそうか、その立場がまずある。得点開示を見たらものすごい点数で VTuber ってんの、ね、V1 えぐい点で受かってんの、えぐい点で受かってんの、ね、安いやつ、めっちゃ東大日本史とか確かなんか25カ年3週ぐらいしたみたいな。い鉄人やね。過去問全部見東大生。過去問全部見やね。で、じゃあ、コンテンツ見東大生さんもまだ結婚してないやろうし、してないですね、結婚してない。花尾も結婚してから時間経ってます。ちゃうちゃう。誰が結婚したんやっけ？クイズノック、ふくら P と。ね。元乃木坂46、高山和美。いや、これえぐい。旧様結婚。あ、そうか、共演してんのか。旧様で共演きっかけに結婚。いや、すごいよ、これマジで。これはね。YouTube ドリームすぎるだろ。いや俺それもでも言いたくないんすよ。言いたくない、いや分かるよ、ふくら P はふくら P で、うんうん、でもまあフーミングがそれ言うのも分かる、うんうん、いやふくら P と高山一実やったらまあ納得というか。そうっすね。それがクイズノックで言うと誰やろ、例えば、まあ、ちょっとあれやけど、ノブやったら嫌ってこと。おい、ノブと高山一実おかしいだろ。クイズノックをね、これ音侍で一回やってるノリなんですね。さすがに聞いてないと思うんですけど、はいはいはい、僕がそのクイズノックの、それで言うとクイズノックのノブを一番最初にいじった俺やと思う。え、マジっすか。いや、ベテランチと一緒におるときにクイズノックのノブ、積分サークルのユーユーを俺が最初にいじった。3年前ぐらい。いや、怖いもんなしじゃない、やっぱフーミさん。だからそれが多分影響を受けてね、残ってたんや、無意識で。多分そうです。いや、そうなんや。クイズノックのノブイジに俺が最初に言って、その時ベテランチ受けてたから。いや、それ笑ったな。で、まあまあ、それで、まあ、ふくら P はふくら P で、もちろん
俺らは YouTuber やから凄さ分かってるよな。そう、演者だけじゃなくて、あの人裏側やばいやん。まず裏ま、なんていうの、企画というか、多分ブレーンっすもんね、結構な。あの俺クイズノックの動画ができるまでっていう YouTube 3週ぐらいしたんやけど、あ、クイズノックの動画の作り方やばいな、ね、構成して、うん、でチェックもふくら P がわざわざしてみたいな感じでしたもんね。そう、でもうその編集マンが何日かかけてやった動画で悩んでるところを、いやこうしたらいいんじゃないみたいな、あ、それですねみたいないやふくら P えぐいんすよ。ふくら P のやっぱ天才やな、ほんまに。あの人はやばいな。だからまあ、まあそらなんかね、世間一般では乃木坂が上で一 YouTuber とか一クイズ男、まあね、それはまあ言いたがる人はいますよね。地球でも結婚できるとか言って、ね、あ、そう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 、あんな肌綺麗な地球おらんよマジで相当白くて綺麗よ。まあまあ、だからククラ P はマジで化け物ですと、うん、超もちろんね、超すごい人ですと。まあそれは自分もクイズノックの、まあ、一ファンとして、それはそうだ、まあそれは言わせてほしいねんけど、ただそうは言っても、うん、まあジャンルとしては同じ YouTuber なわけですよ。そうですね。この所詮はって言ったらあれですけど、YouTuber バカにされる存在ね。この若手 TV 高田風味も YouTuber だし、クイズノックふくら P もくくりで言うと YouTuber なわけですよ。鍋、土手鍋みたいになる。おい、その鍋に風味入れたらいやいやいや、そら、もう YouTuber は YouTuber で、まあ、それはほんまそうそうそう。透き通った出汁か、ドロドロの脂感はあるけど、あるけど、うん、あの、同じジャンルなわけですよ。うん、そうやな。で、別にふくら P と共通の知り合いなんて何ぼでもおるわけよ。おる。ベテランチだって会ったことある、うん、面識はあるわけでしょ。で、ベテランチもそうやし、それこそ、花尾とも自分、一応仲いいと思ってるし、伝眼とも仲いいと思ってるし、うん、積分サークルもそうやし、うん、イダチャンネルとも一応ちょっと関わりあるし、ね、動画。あと、森鉄。森鉄結婚したらすぐ、俺は先に知ってたけどね、みたいなツイートあげる。あれなんか、あの、同盟君出たよ。いや、あれもバカにしてるだけだ、ね。そうだね。いや、森鉄は森鉄でいいとこはもちろんあんねんけど。森鉄面白いです、ね。面白いよ。面白いけど。こういうこと言っても怒らんからと森鉄。あ、そうそうそう、森鉄心広いから。うん、で、だからそれで言うと、なんか、共通の知り合いなんてめっちゃ多い。まあ、だからほぼ同じ界隈っていうか、そう、やってることは別に一緒っすよ。その、見てる人は、うん、賢い人を賢いと思って、うん、アホな人はアホって思いたいっていう、うん、その汚い根本原理、ね、汚い気持ちみたいな絶対誰しも持ってて、うん、はいはいはい、それをその汚い形でやってるか、うん、綺麗に整えてやってるかの違いであって、うん、まあまあそうか、ほんま同じようなもんというか、クイズノックとわかっ TV は本質的には同じ人間の、いや俺はほんまに別にそうやと思う、同じ人間の気持ちを、まあそれだけじゃないですけど、もちろんね、根底にあるのはそうやと思う。だって東大がとかやねんから、はいはいはい、でだからほんまに、まあ俺とふくら P はまだ会ったこともないし、うん、ふくら P が俺のことをどう思ってるかっていうと多分マイナスの印象が強いと思うねんけど、うん、でもまあ同じ界隈から、ね、乃木坂の旦那になるやつが現れたかと。まあ、だって乃木坂なんて昔から好きでしょ。めちゃくちゃ好きよだから俺ふくら P と熱あるね、いいね、ふくら P と高山和美のクイズ戦った時に俺勝つ自信あるよおふくら P、高山和美の30問で703バスとかやったら勝つと、勝つしあるよ。だってふくら P のクイズ強い、うん、でしかも高山和美の旦那、うん、超有利な状況かもしれんけど俺の方が詳しい、いける、いけるぞ。そのちょっと苦手な食べ物は何とかいける、いやもういけるよ、もうプライベートの、もうプライベートか、お風呂何分ぐらい入るとか知らんな出たら乃木坂工事中で言ってないもんなどういうのやったら勝てるんですかそれ言わないで、いやいや、そのね、高山和美のなんだろうな、和田まーやのモノマネをするとき高山和美はどんな言い方するかね。あ、知らんな、まーやまあや知らんけ和田まーやの呼び方、ね、知らんな、そう、まあ、高山和美いろんなね、あのどんな曲参加してたかもそうやし、乃木坂こっちの発言とか、確かに初めてそうなんか何位になったのはいつでしょうとか、総選挙ないよ乃木坂、あそうか、センターとか、そう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 、何枚目の時はどのポジションでとか、ね、知っとんのかふくら P と。いやまあでも知らんから結婚できたんでしょうね、知らんから結婚できたんか知っとったらできひんか、ファンとして言ってないから結婚できたんでしょう、ね、そうか、そりゃそうやな多分ね、いやでも、うん、いやすごいっすよねテンション上がったよな、さすがに、いやさすがに、いや俺ってそもそもあのまたそのグラフの時にもチラッと話はすんねんけど、はい、受験勉強のきっかけが AKB やったりするのよ、ね、アイドルが好きで、それこそトマホークでも言ってましたね、あそうね、 AKB 憧れて東京行ったみたいな、そうそうそう、でテレビ局とか電通とか憧れてみたいな、まあ今 YouTube っていうメディアの形でやってますわ、うん、いつかアイドルと、
会うぞと、いつかアイドルと仕事するぞ、いつかアイドルと仲良くなるぞっていう気持ちでここまで来てますから、うん、え、近くに夢叶えとる人おるやんみたいな。そうね、俺も頑張ればって話ですからね。そう、だからそれはほんまに自分の人生のなんか生きる指針というか、ここにコンパスの T シャツ着て、コンパスの T シャツ着てシューネバター売ってます、シューネバターっていうサイトでここにふくら P と高山和美がいるんだと、いるんだと、そうコンパスね、そこ向かってやってくるぞというのでやってますわ。あなたの道の先には何もない。ないの？何もない分かって TV 続けた未来にそうない、乃木坂の誰かが、乃木坂は誰もいない、いくか待ってない、待ってない、いくちゃん誰もいないここまで頑張ってやってたらいくちゃんの原稿でいると思ってたよ、いくちゃん。広行と喧嘩するだけ、広行と喧嘩するだけ、お、ボコボコじゃねえか、歩いてボコボコじゃねえか、広行しか待ってないのかよ。いやあれねなんかね、はい、いろいろ考えたな、なんかな、あ、考えた、ベテランチも、なんか見てないかもですけど、ツイッターでまず書いたのが、うん、元カノに、うん、あの俺が、うん、なんか俺のこと好きな人って、うん、女子で俺のこと好きな人って珍しいんですけど、はいはいはい、なんかその俺のそのまあ何やろ、女子の話になってあれなんですけど、はいはい、まあまあテーマが恋愛なんで、うん、そのパッとかっこよくはないじゃないですか、そのいわゆるかっこいい、まあ、まあまあ、そうよ、うん、カベスとかの方がなんかクスっぽくてかっこいいとか、まあ、トアとかはなんかそのかわいくてかわいいみたいな、うん、その言語化できるなんかそのこの系統みたいなのがあんまなくて、はいはいはい、でこういうの好きな人ってなんか奥行きが好きなやつなんですよ。うん、まあそうね、うん、わかるよ、なんかその懐が好きなやつ、はい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 、でなんか傾向的にだいたいほんま元カノとかもふくら P 好きみたいな、うん、おお、はいはいはい、まあまあ確かにそうか、まあ今ちょっと坊主なんであれですけど、はいはいはい、髪生えてた時はなんかふくら P の奥行きもえぐいもんな。ふくら P はほんま奥行きなんすよ、奥行きしかないもんな、うん、色気、色気はわか、まあ、まあそういう意味での色気やな、突き詰めてったらあれって色気じゃないですか、何考えてんの、なんでそんな頭いいのみたいな、そうそうそう、それがその頭の良さっていうのがクイズ得意とかそういうレベルじゃないのよ、あの人はね全部見えてんのよ、うん、そうそうそう、あの人だから、そうクイズが強いとかじゃない頭の良さなんですよね、そのクイズ強い上にクイズが強くない視聴者がどういう見せ方をしたら一番喜ぶのかを全て知ってる人なのよ、うん、めっちゃファンやっけ、いやめっちゃファンよ、クイズノック好きっすもんね、うん、クイズノック好きやし、クイズノックっていかに YouTube ストイックにやるべきかっていうのを教えてくれる教科書みたいなでもそうっすね、うん、ブレへんもんな、ブレへん、新機軸絶妙なし、そのここはブラさんぞっていうとこから絶対ブレないっすもんね、うん、いやそう、うん、やし本当になんかこうさ、まあ、サムネの作り方、動画の企画展開、そうっすね、しっかりしてる、編集すべて、うん、完璧じゃないですか、穴ない、うん、でそのふくら P、 あでそうそうそう、大体俺の他のがふくら P 好きなんですけど、うん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 、でも正直ふくら P の方が上なんですよ、その社会的に見たら、やっぱまあまあ結果で見たら、まあしゃあない、まだベテランちゃう、うん、そうで、それツイッターに書いたのが、うん、その元カノに一回、その元カノがなんか俺がちょっとモテてるみたいなのに嫉妬して、うん、まあ、その僕みたいなもんでもその、まあ、まあ視聴者はあんま関係ないけど、はいはい、DM 送られてきてとかあるわけじゃないですか、うん、で嫉妬してなんかそのでも付き合うまではそんなモテ、ま、もっとモテへんと思ってたと思う、うんうんうん、意外とモテんだね、そうそうそう、うんうん、意外とこの懐を評価してるやつは私以外にもおるんやみたいなって、うんうん、でその青松さんでこんなモテてたら、うん、ふくら P はこの何倍モテるんだろうねって言われて、うん、俺号泣したことあってその日、なんだ、いやそんな泣かんでもええやろ別に、いやマジショックで、そのいや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 、いやそれは事実としてはそうじゃないですか、まあまあまあそうね、それは分かんねん、事実としてもう絶対そうやからこそ、うん、あとその元カノは別だってインフルエンサーでもないわけやから、ではない、そう思っちゃう気持ちもまあそうそうそう、分かるっちゃ分かるしね、でもその一番愛してるはずじゃないですか恋人って、うん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 、俺がこいつのこともそうだし、うん、こいつが俺のこともそれにそれ言われたらもう全員に対してその数字の世界で向き合わなきゃいけなくなるというか、うん、いやわかるよ、わかるけど、それはインフルエンサーとしてやってる僕らと、まあね、その辛さはわからんやろうから、うん、それ難しいよ、それはそのなんやろ、一般の世界にいる人らって言い方をしていいのか分からんけど、まあね、いやそうだから別に責めようとは思わなかったんですけど、うんうんうん、そうでももうその場で涙ツーって出てきて、まあその分かり合えない部分もあるしね、 YouTube やってる側とやってない側の壁というか、そうね、そうね、そうで、いやだからふくら P に対してそれ俺は
フーミンほど、うん、なんやろ、ちょっとまだ俺は嫉妬が残ってるというか。はあ、なるほど、はいはいはい、あ、まあまあそうか。だからクイズもやってたし俺。確かに確かに確かに。クイズノックやった時期も。いやそうっすよ、ライターやらせてもらって、あ、まあ僕があんま仕事しないせいであんまね、うん、ちゃんと活動できなかったっすけど、うんうん、そう、こんなバズると思ってたらな。あ、そのノブの代わりに俺頑張ってたよ。でも多少ね、面白いことも、うん、わーとか言うてた、わーとか、まあ、やめさせられでもあのチャンネルじゃベテランチは生きひんよな。だってつらつら喋ってたらそうだ、流すこうちゃんみたいなな、わーとかだけど、 そんなんでええやから。わかったよ俺だって。早押しでボタンがつかなかったんだよ。こうちゃん、あ、そんなんちゃうか。小学生みたいな。いやでもそう、そう、だからああいうの、そのね、クイズ会受けるは受けるであるけど、まあそう、だから俺はめっちゃ、だからそのほんまに高く評価もしているし、うん、俺もあれぐらいなりたいとも思うしっていう。なるほど。いや、まあそうだよ。いや、俺だって、いつかは、まあだからその俺の走っとる道には、何もないかもしれんけど。乃木坂はいないです。でも、うん、あの、オタクの男の子たちの笑顔が待ってる。あ、なるほど。そう。そうね。乃木坂待ってないけど。だからまあ、ビッグで、まあまあ、自分もそういう肩書きで女の子を見ちゃってるからあかんのかもしれんけど、まあでもそういうね、恋愛としてはなんかこう。そうそう、でもなんか、でもほんまに、なんかすごくないですか。え、どうしたっけ。うまいこと行き過ぎじゃないですか、なんか。あ、人生が。あ、いや、その2人が、うん、ぴったり収まりすぎじゃない。なんかその高山さんもなんか小説とか書いてとかさ、トラペジウムね、アート系というか、ね、はい、センス系、はいはいはい、でクイズノックの福良さんっていう、うん、クイズノックの中で一番なんか、うん、センスのやつ間違いないね。なんか一、うん、人だけそのなんか頑張って陰キャがシュッとさせてるとかじゃない、生まれつき、うん、まあ、他の人が頑張って陰気がシュッとさせてるって言ったらちょっと角立つけど、うん、でもなんかその無理してないというか。そうやね、うん、あの人だけなんか、うん、なんかほんまのなんかすごいセンスみたいな。わかる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 、うん、なんかそんな、なんか誰も文句言えへんカップルあるかねみたいな。いやそうやね、とかも思っちゃって、ほんまにそうで、なんやろ、まあ、例えるなら光と松村さゆりが、うん、付き合いましたとかっていうね、ニュースがありましたね、2年前ぐらいにあって、それも乃木坂の方ですよね。あ、そう、ま、そう、さゆりんごっていう乃木坂の子で、そん時と違うなんかもう安定みたいな。いや、そうなんですよ。あ、多分このまま、まあ、人の結婚に来んっていうのはあれなんですけど、でもなんかちょっと悔しいというか、だってもう須田まさきと小松菜奈結婚した時の感じに近い。ああ、そうね。だからなんかそれはもうさ、ずるやんみたいな。どう考えたって 100% 幸せになるよねっていう風に。いや、そうそうそう。で、俺はもうお互い知ってるから正直言うと。そう、高山和美がどんな性格か、どんな性格かも知ってるし、ふくら P がどんな性格かも知ってるから。こんな画面の向こうで見てるだけのやつが。ベラベラ。クイズノックの裏側の動画を見てるし、乃木坂のね、そのバックステージの動画とか見てて、うん、あ、もうめちゃめちゃお似合いやなと。うん、いうのはもう確定しちゃってるから、うん、なんか そこがだからめっちゃそのなんやろ、リスってるみたいになったら違う、なんか羨ましいとも違くて、なんか、うん、世の中ってこうなんねやみたいな。あ、そこに修練していく。そうそう、なんか光と松村さゆりが付き合ったら、うん、なんかどっちかがアホじゃないですか、まあ、ちょっと破天荒やしのお互いね。そうそうそう、なんか、うん、おえーボーンみたいな、俺はそのやっぱおえーボーンみたいなのを見たくて、うん、YouTube とかやってるから、はい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 、うわなんかすげえみたいな。いや、それわかるわ、なんか俺には入ってけへん世界やみたいな。確かに、なんかそのどうせそこ別れるっしょみたいなカップルとかも、芸能人カップルとかであるやん、うんうん、俺らがで案の定やっぱ浮気したかみたいな、うん、渡部と佐々木希結婚とかもさ、はいはいはい、え、そんなうまくいくみたいな。いや、そうですね、うん、やっぱだからそうです、案の定やっぱうまくいかなくて、うん、まあ今はうまくいってるけど、だからそういうのが方がいいやん、なんかワクワクはする。そう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 、なんかだからそのめっちゃ実家太いやつ見た時の感じ。あ、そう。はい、幸せ確定しましたね。おめでとうございます。みたいな。あ、もう俺はそっちじゃないやん、みたいな。はいはいはい。とかも、まあでも本当、すごいお幸せにっていう。そんまやな。で、あとさ、その YouTuber が誰かと結婚した時のパターンって、要はオワコンになる可能性だって YouTuber 不安定な職業があるわけやんか。まあ、そのテレビより入れ替わり激しいですからね。そう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 。だから、なんか、一過性っちゃ一過性やん、YouTuber って言ったら。うん、けど、もうクイズノックのふくら P なんて、はい、もう、安定してるでしょうね。クイズノックは、なんか、もう多分オワコンならへんねん。もう、廃れることがないことが確定。いや、それ、いや、それ、確かわかるわ。そう。せこい、せこい、せこい。だから、例えば誰なんやろな。水溜りのカンタが、エライザと付き合ったのとかは、うんうん、カンタがこれから結果出し続ける。うん、
ためのなんか起爆剤というか、なんか、うん、これを背負ってカンタはこれからもっと頑張る。いや、もちろん、ふくらぴも絶対頑張るし、偉いんやけど、うん、もうなんか、もうなんか、軌道、もうロケットがさ、うん、もう飛んじゃってんじゃん、みたいな。安定のところに、ね。いや、そう。いや、だからまあ、これはでも嫉妬やけどな。でも、うら、うら、うらやましいっていうのも違うけど、なんか。まあ、わかるよ、なんか。切ない気持ち。切ないね。ある種切ないね。で、なんか YouTube ドリームとか言われてさ。YouTube ドリームでもあるしね。YouTube ドリームっていうのもね、まあまあまあそうか、まあふくら P の凄さを知れば知るほど、てか僕が多分アイドル通ってないっていうのもあると思うんですよ。うん、そうやな、まあ、高山一実乃木坂を新生化してるからな俺は。乃木坂でも好きな人からしたらやっぱ乃木坂ってなるわけじゃないですか。そうよ、だって歴史がちゃうもん正直言うと、クイズノックと乃木坂やもん。まあね、レベルもね、どんだけそのなんかオーディションとか勝ち抜いてとか、そうそうそうとか、いう話やから、10万人規模のライブとかもやってるしね。そうっすよね、うん、でもなんかまあでも言うて街の可愛い女の子とかがオーディションで通って上り詰めるという意味では、うん、まあふくら P も同じようなもんじゃねとか思っちゃって、いやーなんていうの、まあその選ばれるだけやったらそりゃそうかもしれんけど、その可愛いってことでまず選ばれて、そっからまあ上り詰めるもんね、なおかつ努力がえぐいから、うん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 、まあ、乃木坂のそれこそ最近入った5期生とかやったらまたちゃうけど、1期生で高山一実は作ってきた側やから乃木坂を、うん、高山一実さんって1期生なんだ。1期生なんよ。めっちゃ偉大やん。だから12年前とかかな、12年前乃木坂ができて。あ、もうそんな経つ。そうだから乃木坂っておいでシャンプーぐるぐるカーテン、うわーおいでシャンプーやー、制服のマネキンとか。懐かしい。だから俺らがほんまにもうガキンチョの頃、高校生ぐらいですよね、ちょうどトワとかがほんまにファンやった時や。そう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 。でまあそれトワくんの好きなイクちゃんとも同期やし、1期生、1期生橋本七海さんとかは、あ、そうそう、同期、同期、1期生で、だからそこと一緒に乃木坂を作ってきた人やから、高山から。まあだからふくら P みたいなもんか。まあまあそうよ。で、それの俺的には歴史長いし、その、まあ与えた影響で言うと、それはクイズノックと乃木坂やったら、さすがに乃木坂の方がでかいやん。まあ経済規模とかいろいろ考えて、うん。ってことか。まあだから、やっぱ乃木坂のカズミンの方をやっぱでかく見ちゃうは見ちゃうね。でもあとなんか他の知り合いが、うん、その知り合いの女、だいたい最近その知り合いの女の子とかと喋ったらその話になるんですよ、うん、あ、なるんや、やっぱ、うん、なんかその、まあ、周りの YouTube やってる子とか、うん、なんかそういう系やってる子やっぱ興味あるから、で来週俺と知り合いってことはそのクイズノックとかも知ってるから、うん、あれどう思うみたいな話になるんですけど、一人が言ってたのは、うん、まずその子高山一実のことめっちゃ好きで、うん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 、女性アイドル好きで、女性やけど、うんうんうん、俺みたいなやつよね、うん、え、俺もアイドル好きやんか。あ、男性アイドルが好き。あ、そうか、女性の友達、はいはいはい、が言ってたのが、まあ、その子めっちゃ高山一実好きで、うん、なんかふくら P やったらもう高山一実任せれる。あ、いや、わかるよ、言いたいことは。なんかでもそれもなんかなんかわかんねんけど、あら、まあベテランチとしては、いや、ふくら P 過小評価されすぎちゃうみたいな。いや、まあでもそれはファンやからね、 その子が高山一実のファンなんで。いや、でも仮にふくら P が例えば、まあちょっと古いかもしれないけど、生田斗真とかだ、まあ、なんやろな、そのビッグネームやった時に同じこと言えますかって言ったら、まあ、高山一実よう捕まえたなの評価になるわけや。まあ、ファンやったとしても、ちょっとそうっすよね。だから頭の中でヒエラルキーがあるから任せれるみたいな言い方になってるっていうのもあるし、なんかだから、それちょっとムカつくじゃないけど、なんかこう、なんかもやっていう、うん、不条理を感じるみたいな。そうっすね、っていうのもあるし、あとなんか分からんやろっていう、あ、任せれるかどうか。まあ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 、普通にそんなわけないと思うけど、まあ、それ俺もさっき言っちゃったからね、お互いの性格を知ってるが ゆえに知ってるというか、全然別にどっちかがほんまにヤバいやつの可能性とかもなかない。まあ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 、ふくら、まあ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 、そうやね。なん、まあでもそれ逆張りこじらせすぎな気もするんですけど、なんかそのまあお互いのこと、まあおめでとう頑張ってください以上のことを言う必要あるのかみたいな、うん、まあそれ言い出したらこのラジオもそうなんですけど、とかも思って、なんか任せれるとか二人お似合いだよねとかってなんか言っていいんかなっていうのも思ったし、俺はもう一周回ってそれもちょっと考えたけど、まあそうっすよね、表でも言うっていう、もう言うと、変に裏を探るんじゃなくて、お互い好きやし、うん、うん、それは、いや、それはそれでね、うん、いや素晴らしい。あともう一人女の子の友達で言ってて、はい、これをもろって思ったのが、うん、ふくら P あの感じでちゃんと可愛い女好きなんやっていう。ああ、思った、それは俺も思った。
それもだからその俺が言ってる切なさの一個の原因。ああ、いや俺もそれは思って。その子は結構昔からクイズノック見てて、はい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 、ふくら P のこと結構好きらしいんですよ。はい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 。いや、あ、その話しよう。いや、なんかふくら P は学生時代からの彼女とかとスッと結婚するんかなって思ってて、はいはい、わかるわかるわかる。だ、女子目線やったら多分なおさらそう思うと思うんですよ。わかるわかる。うん。私の好きなふくらさんも結局なんかその、まあもちろん顔が可愛いだけじゃないですよ。うん、めっちゃ他にも魅力あるけど、なんやかんやの可愛い子と結婚すんかいっていう。なんかクイズノックで言うと。川村さんが、うん、篠原さんね。あ、そうかそうか。結婚した。その篠原さんは俺は知らんかったから。でもクイズ界隈ですよ、あれ。あ、クイズ界隈の人だ。もともとクイズ界隈にも関係ある。まあ、うん、言ったら学生時代の付き合いみたいな。だから川村さんはどっちかっていうと、まあ、クイズノックっていうあんだけ知名度があって人気で、うん、まあそれは、それこそ寄ってくる女の子は何ぼでもいるでしょうと。そうですね、で川村さん、それこそアイドルとかでも別に。そう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 。よかったのに、ちゃんと自分の好きなその篠原さんと結婚したってい う, そ う, そ う, そう、まあ、もちろんその福良さんも好きやろうけど、うん、そうそう、いやねんけど、じゃあ福良 P は福良 P で、だから勝手に想像しちゃったよね。カズミンとじゃあ Q 様の現場で会いました。でカズミンがもともとクイズノック好きっていう公言はしてたから、なんかブログでね、福良さんのほっぺた可愛いって、あ、そうそう、とか書かれたことないで書かれてみてほっぺたないやん、ふくらぴシュってなってる。いや、なんか柔らかいんじゃないですか。ゲソってなってる。ああいう人に限ってこう、ね、ハムスターそう、ミューンってなるからで、じゃあ多分高山和美から、あ、クイズノック見てますって多分言ったと思うよ、うん、時ふくらぴが、あ、乃木坂ってやっぱ可愛いなって第一印象思ったんかどうかとか、勝手にその、確かに確かに、その出会った場面どういう気持ちでふくらぴは和美で接したんやろうとか、どれぐらいガードしたのかっていうね。そうね。あと、さすがにふくら P からガツガツ言ってるはないもんな。そう、だからカズミンもふくら P も多分そんな簡単には人を好きにならんキャラクターやと思うから、うん、ぽいぽいぽい、どっちかがでもリードせなあかんわけやん。どっちかは押さないとか、1個目のね、そう、飯行きましょう、連絡先交換しましょうとか、うん、あのご飯行きましょうとか、恋愛好きやな、ふうみんマジで最高とか、可愛いねとか、うん、いいと思ってるよっていうのを、うん、どっちかがアクション起こさないと恋愛なんて成立しないわけだから、だからふくら P はどう思ったんやろうなとか、だなんかどっちか、俺が嬉しいのは、うん、その最初、うん、声かけて、うん、連絡先交換しましょうは、うん、かずみさん、高山さんから言ったけど、はいはい、意外と飯はふくら P からおいって言ってたら嬉しい、うん、まあそうやな、あ、ちゃんとなんかそうやな、そこでそのオス見せてたら嬉しい、確かにどうなんやろうっていう、どうなんやろうな、ふくら P って遊んでたんかな。いや、そこもそうやねん。いや、それ気になりますよね。いや、普通にもしふくら P が僕らが思ってるような人やったとしたら、うん、多分乃木坂と飯行くってなったら震えると思うね。あ、俺ちょっと震えるとは思わないですね。あ、ちょっと考え方違うかもしれないけど、そこはだから多分バカ画面で見てるか、うん、直で見てるか違うやと思う、ね、俺が例えばいきなり今まで人生モテてこなかったのに急に乃木坂と飯行きますってなったら、いろいろデートで事故を起こすと思うね、うん、まあ、ふくら P が繊細な人、優しい人っていうのは知ってるけど、で、ただある程度モテてこないと、うん、乃木坂という相手を対峙した時にビビると思うねんな、男のオスのメンタルの方が、っていうちょっといろんなこと考えちゃうね。いや、でもね、ふくら P はね、そこでビビらないですよ。ビビらないか。スナイパーみたいな男なんですよ、ふくら P って。あー、なるほどね。ほんまに、うん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 、なんかね、まあ、僕もめっちゃ仲いいわけじゃないんで、あんま勝手に言うのはあれなんですけど、でもなんか、うん、なんかその涙ってるとこ見たことないというか、まあそうか、てか人としてまずできてるもんね、うん、あとなんかクイズノックのファンがツイッターかなんかで言ってたけど、なんかチー牛でも乃木坂と結婚できるみたいなツイートに反論でなんか、うんうんうん、なんかダンス部かなんかやってたみたいな、あ、高校時代とか忘れたけど、香川県英明高校詳しいな、英明高校です、うん、だから意外と多分震えはせん、多分俺の予想は、うん、ほんまにその剣豪のような緊張感をふくら P が発揮し続けて、うん、もう明鏡止水、明鏡止水でもう全くブレない心で、普通にコミュニケーションして、うん、普通に仲良くなって、うん、それに高山さんが、え、私にこんなフラットに接してくれる人いるんだ、だー、ありそうだと思うっす、めっちゃあるわそれ。多分世の男性は乃木坂に、いや、そうやね、ヘラヘラしちゃうというか、いや、そうやね、え、かわいい、やっぱかわいいねとか、そうそうそう、あ、それも見た見たってなってる中、はい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 、ふくら P がそのふくら P のままこの一本の剣でシュッ、
そう、人と人としてね、そうそう、乃木坂とかそういうレッテルをなしにして、そう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 、高山一実という一女性としてで幾段ちゃうかなっていうのが俺の希望であり予想。正解です。なんでわかんねえ。正解です。もうファンやからわかる。わかる。そうやわ。てかお互いそういう性格の人やね。だから高山一実も背伸びせえへん。うん、うん、そんな私って乃木坂よみたいなそういうキャラじゃないし、まあだからそういう扱いは嫌がりますよね多分ね。そう、まあ、じゃなかったら小説なんか書かへんもん。そう、私なんて私なんてっていうちゃんと等身大の高山一実があるから、うん、でふくら P もふくら P も別相手のことをそんなな、うん、変に立てたりもせえへんから、うん、そうなんすよね。いや それやな、多分そういう出会いでお互い仲良くなったやろな。でもさ、そのなんか何やったっけ、なんかネットかなんかのインタビューでさ、はい、電車で移動するときはお互い別の車両でみたいな見た。そうなんや。そうデートするとき、その移動するときはお互い車両別で、でまた集合すんでって。まあそうか、あのクラスになったら。うん。やねんけど。大変。電車乗んなよって思ったよ。タクシー乗ったらいいの。タクシー乗れよって思ったよ。いやそこはでも、まあどんぐらいの距離かは知らんけど目的地が。まあでも写真撮られたりするもんな。そうやな。でもやめてますよね乃木坂自体。もうやめてるから一応恋愛は自由やん、ね、いいはずっすけどね、うん、そうか。あとだけどまあ名前がでかすぎるから、まあそれちょっとそれるんですけど、はいはいはい、まあ、フーミンの道にアイドルはいないっていう、まあ、冗談半分で言った、うん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 、まあ、半分本気なんですけど、はいはい、言ったじゃないですか、はいはい、なんか最近、うん、あの生駒ちゃんがバキドを見てますってツイートしてたの見ました。マジ？あ、そうなん。いや知らん知らん知らん。つい一昨日ぐらいに。まあバキドはでもちょっとねオフィシャルに寄ってる気がするな。俺よりも道が、いやだからそう寄ってったんすよ。でかくなるにつれて最初はもっとぐちゃぐちゃでしたよ。あ、そっか。ここ1年ぐらい2年ぐらいで伸びるにつれて急速になんか真っ当な、真っ当な、多分コンテンツがそんな変わったというよりは多分数が増えたら、うん、周りの見方が変わるんですよ。あで、まあ、その関わる人も人やしね。そうそうそう。いやだから俺らは、まあ、ふうみさん、まあ、俺もでもそうやな、その学歴押してるみたいなのも思われがちやし、でもそのクイズ押してんのも別に変わらんやん正直。まあまあその一ジャンルってことに関してはね。そうそうそう、うん、でもそのなんか誰にも言ってもらえんくないですか。あ、それはそうよ。見てますみたいな。だ来週はでも最近あったやん、あのなんか何やったっけ、ニュージーンズじゃないわ、何やったっけ、ニュージーンズのハニー、ニュージーンズ言われてるやん。言われてへんね、あれトワが編み出した嘘やね。意味ない。え、意味なさすぎ。え、信じてるんですか。ニュージーンズとどこや、新宿やったっけ。あ、じゃあ、あ、そう、俺が上野公園でミンジにや、ミンジ、え、で、あったんでしょ。それは珍しいマジで。あれちゃうかったっけ。いや、それは嘘です。あ、嘘なんや。はい、それで炎上したんですよ、ニュージーンズのファンに。あ、そうなんや。嘘つくなよって。あれ、あ、じゃあ、イダチャンネルもなんかそうなったよな。イダチャンネルのコバが新宿歩いてて。え、誰だっけ、ニュージーンズ、ニュージーンズじゃないわ。誰だっけ、なんか、そういう、ジャニーズ系かな。へぇ、それ知らへんわ。いや、俺らガチで、ま、全くないですよ。あ、ないんや。あ、そうなんや。嘘や。隠れて、そう。そう。トアが発明した面白ツイートっす。なるほど。大阪駅で、ハニー、カッコ、発明。あ、大阪駅だ。そうだそうだ。トアくんだ、そうだ。おるわけないのに、ドームでライブしてるから、大阪駅に。あ、嘘なんや。嘘です。じゃあ何もない有名人が見て、いいっすね、水道橋博士。いやいや偏ってるな。半年ぐらい前かな。あ、でもでもあるだけいいやん。のみっすね。おらんのかな、アイドルとか芸能人で分かって見てるやつ。おるだろさすがに。いや、なんか何十万人見てるんだから。そのさ、俺らもさ、この大学とかでインタビューしてると、実は乃木坂の誰々と同級生でしたみたいな人はおんのよ。うん、例えば総計とかで、実は乃木坂だってね、そりゃ総計とかおるやろ、マーチとか。だからその噂レベルでは日向坂の誰々が見てた説とか。これ大事に握りしめてんや。あんのよ、日向坂を大事に握りしめてん。そう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 。いや、分からんけどね。あ、それ、うん、あ、それで言うと僕も、うん、あの視聴者が、うん、なんか飲み屋で働いてる視聴者が、うんうんうん、あのおすすめの YouTuber を、うん、あの店に遊びに来たバッドホップに聞かれて、おい、うん、バッドホップに来場見せたっていう、ほんまか嘘か分からん話を大事に握りしめてる。なるほどね。バッドホップ見てる。お疲れ様。ちょっと毛色ちゃうやろ。、うん、多分笑わんと思う。テンポが合わへんやろ。テンポがかなり遅い。ゆっくり喋るから。俺は。いや、ないんすよね、羨ましいよな。そうやな、それ公言されたいよな。ね、
俺はだから短歌とかでおそっち行きたい。あ、なるほど。オフィシャル感ってやっぱ大事じゃないですか、なんか仕事していく上で、その、うんうん、まあ、モテるとか冗談としてなんか生きてく上でその誰かが認めてるというか、なんかやってけるって長くやってけそうというか、うんうん、そういうオフィシャル感、そのふくら P とかもそうじゃないですか、うんうん、なんか、うんうん、まあ、バキドウとかもそうやけど、なんかおもろすぎるだけやといつ終わりになるか分からなくて怖いというか、はいはいはい、みんなが認める存在になったらやっぱ一個、うん、だそれはそう文章で徐々に稼いで、40ぐらいになって、うん、ほんま25歳とかのアイドルとかが、うん、高校生の時とかめっちゃ読んでて、うわ嬉しい、そうなんだありがとう、うんうんうん、連絡先とか、ごめん結婚してるんだ、おとか言いたい。やっぱかっこいいよね、わかるよ、それなりたい、そのなんていうの、その人にはその人でフォロワーがえぐいぐらいおるのに、その人が自分をフォローしてるっていうのに、うんうんうん、ちょっと快感は感じるかもな。あ、でもそれだから最近ようやく、だから田村香江とかは来週とか昔から見てるみたいな、うん、言ってくれてて、別にファンとかではないけどしっかり見ててみたいな、うんうん、だそういうの嬉しいですよね、そのモテとかに限らず、うん、影響下にあるやつが出てくるというか、なんかまあ若手 TV はだからそれもないもんね、孤高の存在。いやいや、それはあるぞ。ある若手 TV 見て、僕こんなチャンネルやりたいなって思ってやってるんですって、おる。まあまあ憧れては、だから、ね、例えばイラチャンネルのサイコとかは高校生の頃若手 TV 見てましたとは。あ、それはそう、いいやん、言ってはくる。だから憧れてはないよね多分ね流れてきただけでねまあいじってたでしょう、ね、憧れてはないやろうけど、だそういうのはあると思うよ、ね、大体の大学生はでも若手 TV 一回は撮ってんじゃない、一回通るからな、うん、一回通ってね すぐ抜けていくから大学2年生くらいで1年の6月ちょうど今ぐらいにはもう抜けてるな。でもあれもでも、うん、再生数はずっとこう徐々に徐々に増えてるじゃないですか。まあ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 、すごくね、まあ頑張ってるよ。どうなってんのマジで。まあまあ、だからだって来週とかとは違う、来週とかって多分見てる人と一緒にこう成長していって、うん、はいはいはい、その作ってるものもちょっとずつ変化していくし、うん、卒業って概念がないもんね。そうそうそう、分かって TV ってほんまにその一緒のことやり続けて入って出てってるわけじゃないですか。だからもう最近は結構中学生とか視聴者も増えてるし、ね、中高高校の企画とかも多いっすよね最近。多いね、都立西高校行きましたとかね。詳しいね。そうそう、あと親世代が最近めっちゃ増えてんね。それもあれっすね、まあ親世代は卒業ないからな基本的には。いやそれ大事っすよ。まあ、来週のグラフ、すいません、ここから僕たちの YouTube プロデューサーモード入ります。あららら、失礼。はいはいはい。まあまあまあ、それもね、結構裏側見んの好きな人もおるからね。まあそうですね。さっきまでめっちゃ恋愛の話してたのに。いやでも、ふうみさんめっちゃ真面目やから。そう、その、来週で言うとグラフとか、うんうんうん。もう親多くて、そう、親は時間もあるし。うん。そう、暇やねん、おばちゃん。おばちゃんね。あとね、あ、ごめんごめん。なんすか。いや、おばちゃんってさ、学歴値めっちゃ多いよあ、そうなんや。あの昼間のカフェとかみんな行ってみてほしいね、学生の子らは。あ、へえ。昼間のカフェとかでおばちゃん数人でさ喋っとるやん、うん、まあでも確かに子供の学歴とか、そう、自慢したくなりますよね。ほぼ学歴の話よ。確かにな、その子供自慢するってなった時に、うん、そのサッカーとかじゃ共通じゃないっすもんね。共通じゃない。だから喧嘩してその面子みたいなさ、うん、カードゲームみたいにさ戦わせようと思ったら学歴一番便利っすもんね。なんか便利便利やし、ほんまにみんな、親は逆に無知やからこそ、どこの学校がええの、どこの塾がええの、うん、楽しいでしょうね。そう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 、親戚の誰々はどこどこ行ってみたいな。確かに、あんま知らんのに一周目で楽しめるというか、あんま知らんからこそ。そうそうそう、いや確かにな。俺線グラフもやっぱ親の視聴者多いんや。多いっすね。あのスーツくんが、うん、あの背広チャンネルやらんくなって、鉄道と旅行に切り替えたのも、はいはいはい、そのやっぱ世代高い方が、うん、長く戦えるし稼げるからってよう言われてて、うんうん、あ、背広の単価がやっぱ下がってたよな途中ある、うん、あるタイミングでコロナ以降かな。そうそうそう、だからなんか絶対その大人でも見れるもん作らないとっていうのはなんか考えるっすよね、うんうんうん、めっちゃ。そうね、まあ、ただそれもそれでね、はい大人向けですってやるとなるのもね、高校生が冷めるから。そうそうそう、難しいっすよね、まあ親にインタビューとかもやんねんけど、一応親にインタビューの時も体としては親の気持ち分かれよ子供のお前らみたいな、うんうんうん、あくまで僕らは子供向けですよっていう、やってるけどスケベ心で親の視聴者欲しいなみたいな、うん、そういう YouTube ですわ。いやこれ福良さんにも聞きたいなこの話。
好きやから、ね、さぞすごいこと言うやろ、ね、この話になったらもう色多面的に見えてるからね、うん、僕らはこうしてるんだよね、うん、スパーンえでもそれで言ったら、はい、福良さんは、うん、大喜る人たちは好きらしいんですよ。マジ？そうていうか大喜る人たちはそれこそ分かっている人もめちゃめちゃつながりあるからね。ね、北海学園がね。そう。これあんま言わん方がいいんかな。言わん方が、まあまあ、でも小川さんは小川さんで多分、その、なんていう、過去の実績みたいなところで分かってる。書いてくれてるっすね。書いてくれてるから。そう、北海学園っていうね。うん、もう。若手 B の初期をめちゃめちゃ支えてくれた。敏腕編集マンですね。もうそう、小川さんなしでは若手 B ないからね。ね。アホマチック天国とかも小川さんやからね、考えたら。街の閉鎖長あるから、アホマチック天国。いや、すごいな。小川さんそうですね、企画とかもできるから、うん、そっちの方行って今はその大喜利人たちとかやってるってい う, そ う, い, やそういやそのなんか大喜利界隈とかも、うん、なんかミュージシャンとかが、うん、大喜利面白い、ああまあ大喜利たちめちゃめちゃバズってるしね、言い寄るんすよ、うん、その来週一番の誰からも褒めづらいところに、えマジ、えてかでえまあそのビッグネームはあれやけど、でも結構みんな好きじゃないん、ライジュは。まあどうなのな、その分からん、俺んとこまで届いてない、届いてないんや、寂しい、言われてそうやけどな、寂しい頑張っていかないと、うん、誰に褒められたいですか、若手 TV、 やっぱ乃木坂、やっぱそうやろ、若い女の子やろな、その素直やな、風味はなんかそうやな、なんか受験生とか見てましたとかなんか言われたいよね、乃木坂やな、なんて言います、乃木坂の人、街、うん、じゃ渋谷で街頭インタビューしてますと、うんうん、元乃木坂の何々さんって言って、うん、はぁーとか言って、うん、こんにちはとか言って、え、いいんですか出ても、うぇ、若手 TV、 そう見ててみたいな、え、事務所的に大丈夫みたいな、心配になっちゃうけど、いや、言っとくんで、すごい出たくて、マジ、はい、見てました、いや、それは緊張するな、いや全然そんな、いやもうふんみさんにインタビューされるだけで、え、マジ、いや そういうか感じ、そういうとしたら、うわ、学歴聞いてもらえるんですよね、同意書書きます、ね、ロケの撮影同意書、若手 TV が実は撮っているで、おなじみの撮影同意書も書きます、私ちゃんとな、あとあとな実は撮っている、揉めへんようにな、あれドタキャン多いっすからね、ロケ系ね、まあロケ系はね、そら後から出たくないですみたいなとかあるから、まあ一応ね、ちゃんと書こうっていうので、ね、うん、書きます、まうん、私も出ます、いやだからその自分が崇めてる人が下から来られちゃうとどうしていいか分からへんな、確かに、いやそうでしょう、だから結果ニヤニヤしてまうというか、自分もだから心理的に落ち着くのが下やから、そうですよね、さらに下に行こうとしまうかもしれない、いやさんやめてください、やめさん、ふみさんの方が上です、下が好きやね俺は、私 F7 なんだよいや、いやめっちゃもうでも学歴聞いてください、めっちゃライブとかも俺めっちゃ行ってるしさ、いやそうですよね、でも俺この前神宮も行ったよ、え、前誰だの卒コンも行ったし、あの時ね、ね、感動しましたよね、いややばかったほんまに、いやでも私何を聞かされたんです、長所、アジア大学なんですけどどう思いますかいやだから笑顔でフランやないかって言うしかないよな、言えます、言うよ、言うけどさ、フランやないか言うけどさ、それで笑ってる女の子を見るのが一番虚しいかもしれないだからもうこの道にはおらんねん、なんもそれもし来てももうないねん、虚しいねん、普通にだから分かっていい、高田風民としてじゃなくて、だから高田風民と高田文宏がもう分裂しちゃってるから、もう高田風民を求めて来ても高田文宏じゃないから、その笑いながら「えっ振らないか!」って言って「ああ俺何やってんねやろ乃木坂来たのに」って言って。そういうことです、要はなんていうの、そう現代文の文章でありそうだ、なんか一心二元論じゃないわ、なんやろうな、はいはい、心心心心二元論、心がもう分かれちゃってるん、心心二元論、心の不眠ヒロと体の不眠がそうそうそう、でもアイドルもそういう人中にはいるかもよ、ああそうね、そのアイドルで頑張ってキャラ、闇にしてるか光にしてるかだけで、はい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 、普通の人でやのに分かり合えるんちゃう、だからふくら P 戦法でそこは相手のことを別にアイドルって意識しすぎない方がいい、ね、いやそうでしょうね、そうなんちゃう、いけるかな、だから二人でご飯食べながら、でもさ、やっぱファン聞きたいことを聞いてまいそうな、あーえあの時さ、そうなんとかちゃんとなんとかちゃんのさみたいな、あどうやったみたいな、あれファンでささやかれてるけどさ、いやそれやっぱダメなんじゃない、ダメだやろなダメだやろなダメだ、分かってんのよ教科書のやつは、えでもだからやっぱ男なんか
やっぱ我慢できる男ってかっこいいですよね。うん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 、ふくら P とかめちゃくちゃ我慢しそうじゃないですか。そうね、ふくら P が、うん、ちょっとごめんなさい、ファンの人もし聞いたらちょっと、はいはい、そのちょっとグレーな発言するんですけど、うん、ふくら P が、うん、エッチ我慢できんくなってたらくっそ可愛くない？どう思う？普段めちゃくちゃ我慢できるやろ多分。うん、我慢できるやろな。まあ、エッチじゃなくてもいいわ。あ、そうやね。ふくら P が、うん、普段絶対その寂しいとことか人に見せへんと思うんですよ。あ、絶対そうやね。うん、ふくら P が、ぎゅうしてって言ったら、さぞ可愛いぞ。可愛いな、燃えるやろな、うん、相手は。だからやっぱ我慢なんじゃないですか。我慢やな。おしっことかもさ、我慢できんや。やっぱそこがふくら P との。あ、すごい、大丈夫？大丈夫、ちょっとごめんね。いやなんちゃうかな。ふくら P かっこいいわ。だから、まあ、それもふくら P が自分のためにっていう私利私欲じゃなくて、相手にいい思いをしてほしいからっていう利他の精神がある気がする。いや、そうっすね。ギバーよ。ギバーよ、ふくら P は。絶対ギバー。うん。いや完璧な人やな。ふくら P の次、うん、まあ僕らふくら P 派じゃないですか。はいはい。まあそれはちょっと他の演者の人にすいませんなんですけど。いえいえ。2番目にかっこいいと思うの誰ですか？クイズノックで。ふくら P の次。奥行きみたいなことで言うと誰やろうな。いや奥行きじゃなくていいですよ。もうまっすぐ自分が。ああ山本くんじゃない？ああいいっすね。山本くんでしょ。どういうとこっすかそれは。山本くんもなんかめちゃめちゃ空気読めてるし、あ、そうっすね。あの、ふうみそういうの大事にするよね、結構。純粋に楽しんでるけど、奥ゆかさも感じるみたいな。はいはいはい、はい。しかし、ゴンモンも純粋に楽しんでんのよ。はいはい。けど、なんか単純そうに見えちゃうね、東ゴンモンは。俺から見たら。まあ、動画上の見え方やと、うん、確かにでも山本くんのあの感じってバランス感覚めっちゃいりますもんね。そう。で、なんか、こっちが考えずに見れる程度には楽しそうにしてくれるんやけど、うん、それは気遣いでいろんなこと考えてもいそうやなみたいな。そう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 。企画のこと、この動画成立してるか的な脳みそもありつつ、でも楽しんでますよ。無心で楽しんでますよっていう。まあだからトアとかに近いかも、ね。ああ、そうやね。そうやな、ね。うん。トア。役割的には、うん。ですよね。ほんまはそっちもあるんやけど、そこは隠してるというか。うん、コーティングしてくれてるっていう。僕は誰やろな、まあ、減っちゃったしねメンバーもね。そうですね、まあ、歴代でよかったら川上さんなんですけど、あ、まあ、それでも先輩なんでやっぱ伊沢さんかな。まあな、伊沢さん結婚してないですよね。結婚してない、独身やね。伊沢さんはやっぱ、うん、大学の時アコギのサークル入ってたぐらいやから、モテたいやろうから結婚はすると思うんですよね。伊沢さんもな、芋臭くなくなったしね。いや、そうなんですよ。シュッとして。うん。あと、あれちゃう？伊沢さんはさ、すごいのは、アホになれるとこじゃん。いや、伊沢さん、俺、かっこいいと思いますよ。わかるわかる。伊沢さんが一番損な役回りだと思いますよ、あれ。というのは？その、まあ、外で仕事する分には得っすけど、うん、クイズノックっていう集団の中では結構、うん、傷つき役というか、ああそうねそうねそう、なんか叩かれるってなったら絶対伊沢さんが叩かれるし、うんうんうん、なんかそのふくら P がめっちゃ嫌な思いするし、なんやろ、直接的に傷つけられることってないじゃないですか、まあ、矢面に立たされるというか伊沢さんが絶対。じゃあ誰かがメンバー辞めますってなった時に、そう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 、え、実はもしかしたら伊沢さんと悪く仲悪かったんちゃうかなとか邪推はされるやろ。全部のその責任が見え方的に伊沢さんに集まってくる立ち位置というか、それをなんか淡々とやってる感じがする。確かになんかそんなしょい込んでもないしね。いやそうなんすよね、そこは結構かっこいい。実際は多分めっちゃしょい込んでるはずやのに。いやそう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 、しょい込んでる感なく。そうだからそれも奥行きか、奥行きよな、うん、奥行き奥行き奥行き、プレッシャーがめちゃめちゃある。だって社員だってあれめっちゃ多いわけや、うん、あんだけの組織 の一応リーダーという形になってるわけで、そうそうそう、顔であんだけノープレッシャーな感じ出せるのはえぐいよな。なんかもうアホが見たら、うん、こいつ普通にその浅いだけなんかなって思うぐらいのその軽さがあるというか、でもそんなわけないじゃないですか絶対、うん、っていうのがすごいかっこいいですね、うん、なんかなんかそれこそまあ理想の上司じゃないけど、大事な相談とかした時に
めっちゃ真剣に相談乗ってくれそう感よね、うん、そう伊沢さんとふくら P は普段は軽いんやけどっていう、うん、そうでもまあ伊沢さんはフワちゃんと結婚するからな。おお、まさかの。いやそれまだ信じてるんで僕僕全部信じてるんで、あのささやかれてるやつ、粗品とあのちゃんも結婚すると思ってるし。おーい、なきれいだろ。全部信じてる。確かにな、そういうステージやな。俺もなんかそういうちょっと奥行きを身につけなあかんな。やっぱ結構自分も気分が出やすいからさ。いやでもそっちじゃないですか、変に。まあ可愛い、人それぞれあるから。もう直球だから、こうちゃん東ゴン路線やな。でいいんじゃないですか、全然。まあそうかそうか、素敵だと思いますよそれは。こうちゃん東ゴン路線だよな。いやだからその風味がなんか憧れは。でもやっぱふくら P 伊沢路線よ。いやふくら P にはなれないよ。なれへんよな、あれ。なれない、あれ。もう多分人間の器って大体もう中学ぐらいで決まってんだよ。いやそれほんま思う。なんかいくら二十歳からとか25ぐらいからいくら何かを磨こうが、もう器は多分中学の頃にできてもうてんねやろな、うん、なんかだから俺とかもやっぱ必死感出るんすよ、うん、その能力値をの俺の能力値をどんだけ、うん、まあそのめっちゃ適当に喋ってますけど、この能力値がどんだけふくら P に近づいても、うん、多分俺にはなんか必死感があって、あいつには余裕感があるんすよ。そうやね、だから人間性というか、まあそれどっちがいいとかじゃないんすけど、必死感ある方がいい時ももしかしたらあるかもしれない、そういうのが好きな女性もいるし、ね、決まってると思う。うん、てかその女性に限らずなんかね、なんか男にもモテた方がよくないですか。もちろんもちろん、めっちゃ大事じゃないですかその、うん、男にかっこいいと思われてるかどうかって。うんうんうん、うん、だからさ、うん、それめっちゃ考えるっすね最近。だから俺も28になってるけど、はい、20歳の頃の思う28の俺はもっと大人やもんな。いやそう、いやわかるわわかるわ、ほんま。だベテランチもだからおっさんに近づいてるよ。いや26やけど23ぐらいでこの仕上がりになっときたかったなってめっちゃ思う。うんうんうん、それの予想してたなんか階段の上り方やったら23ぐらいでこれぐらい洗練されてたのになとか思う。だからほんまにまあ中学生高校生とかも聞いてると思うねんけど、うん、やっぱ人ってそんな変わらんっていう。いやせやねんな、いやせやねんな。まあそれはね、自分も YouTube 始めてある程度人脈も広がって考えられへんような生活は多分遅れてんねんやろうけど、うん、中学生高校生の自分からしたら。でもその根本の人間の中身っていうのは、うん、人間性っていうのはやっぱ大体中学ぐらいで決まるな。そんな変わらんねんなって思いますよね。なんか中学の時ダサかったやつが、うん、大人になってイケてるようになってることってほぼなくないですか。ないと思う、うん、ね、ないと思う。それはなんかステータス身につけてモテるとかはあるけど、なんか中身は何も変わらんな。いやだから淡路島出てよかったっすよね。あ、それはそうやと思う、うん、ね、新しい環境で。何やったっけな、何言おうとしたんやったっけな。なんかまあそうやね、これ熱い話やな今回。うん、なんか、あ、そうです、なんかさ、中学の時にやっぱそんな友達がめっちゃ多かったわけじゃないから、うん、例えばまあ、ベテランチとか仲いい YouTuber は全然喋れるけど、イダチャンネルかなんかのイダチャンネルの撮影でやっぱ全然知らん人もおる撮影があったんよ。 そ, のそれまだ出てないと、あ、もう出てるんやけど、そのイダチャン、あのパワースピの子ら、イダチャンネル、はいはいはい、カイトくん、はいはいはい、エンドレスのあの誰かみたいな、はい、でやっぱさ喋、うん、られへんもんな、情けない話。そのなんか中学生の頃さ、うん、6人ぐらいのグループで喋る時とかもさ、うん、ずっと聞いてた側やから、まあそこの経験大事っすもんね。そうそうそう、だから中学生の6人グループの時にわーって喋ってた人なんか喋らんかった人なんかで、確かに、その YouTuber なろうが確かに無理やもんな、その大人数の会話が。自分が経験してる形のコミュニケーションしかできない。そう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 、それはでもめっちゃあって、うん、なんか灘の時、うん、僕まあ中高灘行ってて、うん、まあ、ほぼ6年間同じメンツで過ごすわけなんですけど、うんうんうん、だからその俺ら同士の間でおもろいと思うやつ同士で固まってるんで、ほぼメンツ決まってて、うん、はいはいはい、でその来週で言うと、うん、なんか今井がずっとおったんですよ。はいはいはい、で今井っ
ってほっといても無限に喋るんですよ、うん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 、なんかあいつ発信でなんか始まることがめっちゃ多くて、はい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 、でずっと俺はこの発信したやつをこっちに向けたりこっちに向けたりするっていう形で面白くしてたんですよ、はいはいはい、だからとは入ってきたての時とかめっちゃ大変やったんですよね、うん、なんか。ああ、なるほど。そっか、今井くんもおらんくて。今井がその時あんま出てない時期で、うんうんうん、代わりにとわになって、うん、でそしたらとわがまあ後輩やから、うん、自分から下り始めたりしづらいじゃないですか。まあそうね。うん、来週の動画の構成上、ほぼフリーで30分とか与えられて、おもろい下りを発生させないといけない。ああ、だからベテランチがリーダーというか、自分がこう、そう司令塔になって。そう、本来こう今井が発生したやつをこう配給してたのに、うん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 、それがなくなってこっから出さなくなってスタイルを変えなかったね。そうそれほんまめっちゃしんどかったですねその時。あで結構コメントとかでも、まあまあ、その俺はその状態やから、うん、俺がやらなと思う役割意識でやってるんですけど、どっちかというと、うんうんうん、そのお前おもんないのにいっぱい喋る。なるほどね。言われたりするんですよ。はい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 、とわと壁の方が面白いとか。連携やからな。そうでもそれはほんま違くて。その俺が発生させたやつを二人が処理して完成するんであって、うん、はいはい、そうそうそう、その一個一個誰の手柄とかではないっていうか全体なんですけど、そうね、そうね、そうね、いやだからそれはめっちゃ感じるっすね。なんかやってきたことしかできない。だからカベスがツッコミなのとかもめっちゃ多分そうで、うん、あナダン時とかにその今井とかが高速でめっちゃボケるから、うん、多分それが自分はできひんと思ってて、うんうんうん、だから多分ツッコミになってったんやと思うし、うん、だからそのそれぐらいの時期のなんか中学で決まるよな、うん、あとまあ親との関係性はあ、うん、親との関係性どういうこと。なんか親が、うん、ちょっと厳しかったやつほど気ぃ使いで、うん、やっぱなんかああなるほどね。親恵まれてると、うん、結構自由というか、うんうんうん、なんかあんま人のこと気にせんやつです。なんかこいつ異様に優しいなっていうやつって大体親厳しい気がする。はあなるほどね、うん、それはちょっと俺もまだ人生経験不足やわ。なんか思った結果があってあんま勝手に言ったらもしかしたらあかんかもしれんけど、はい、まあもうこの動画言ったらあかんようなことばっかり言ってるからあれですけど、うん、あの株本さん年収チャンネルと、はいはいはい、あ親厳しいで有名よね。あそうそうそう、うん、内定チャンネルっていう YouTube で撮影してる時にちょいちょい飯行ったりして話してて、うん、でなんか株本さんもめっちゃ気使う人なんですよ、うん、僕とかより全然もっと、うんうん、意外とね、そう、あの虎とかのイメージで怖い人みたいになってるけど、破天荒ぶってるけど、その会社とかもめちゃくちゃ人数おるなんか回して、うん、もう気遣いなイメージとキャラって全然ちゃうよね。うん、うん、まあ俺みたいなそのようわからん年下とかにめっちゃ優しいし、優しいよね。そうそう、わかるわかる。でなんでなんすかみたいな。で僕もなんか勝手なんすけど鴨本さんみたいな感じあって、うん、でそれは僕は結構家庭環境悪くて、うんうんうん、親めっちゃ喧嘩してて、うんうんうん、それです、うんうん、その空気読む力みたいなついたと思ってるんですけど、はいはいはい、みたいな、うんうんうん、あでも俺も完全そうだよみたいな。鴨本さんもそう、おかんが結構厳しくて、うん、あそうなんや。お父さんじゃない、あおとんが厳しいんでしたっけ。なんか結婚式のスピーチでお父さんが岩井社長とか林社長とかいろいろおる中で株元は俺が育てたみたいな、まあどっちも癖ある両親、ね、まあまあそうなんからしいよ。なんかスピーチで結構話題になって、おもろ、そうそう聞いて、あでその時に鴨本さんがいや結構みんなそうだったりするよみたいな、特に男子校出身のおもろいやつって、うん、お母さんがめちゃくちゃ厳しいやつとかやっぱ多いから、うん、みたいな。でトアとかも結構めっちゃ気遣いで、ああそうね、カベスはどっちかっていうとマイペースじゃないですか。はいはいはい。でトアんちはおとんがめっちゃ厳しいみたいな、うん、あの句覚えるまでトイレから出したらあかんって言われてたみたいな。怖っ。そうスパルタのお父さん。なるほど、そうかとかも関係あるのかなって最近思うし。いやそれはそうよね多分。なんか俺がちょっと判例じゃないけど逆で思いついたんが、なんか女の子でえこの子なんていい子なんみたいな、うんうんうん、もう性格がめちゃくちゃピュアな子、うん、で大体親と仲いいみたいな。ああそれもあんねんな。いやそれもあんねんな。それなんなんやろ。親とほんまに友達ぐらいにめちゃめちゃ仲いい女の子が。それもある。このピュアなんは、そっか、親、この親が、と、こんだけ親に愛されてきたから、こんなピュアなんやな、みたいな。まあでも、それ、今言った俺の話とも、反例ではないか。だって、気使えるって性格悪いみたいなことじゃないですか、俺が言ってる。その、とわとかが優しいのって、うん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 、
あ、そうかそうか。トアがいろいろ気づいて、いろんなことのマイナスを見れるから、気遣いができると。だそう。うん、カベスとかは多分どっちかって言ったらピュアというか。あ、そうか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 。なるほどね。そういうことか、確かに。っていう気がするな。でもそうっすよね。うん、あとなんかその、あの、女の子が、うん、あの、お父さんみたいな男と付き合いたがってたら可愛くないですか、うん、あ、めっちゃ可愛い、うん、いい家で育ったやろな、なんかいおりますよね、たまに、うん、お父さんみたいな男の人が好きなんだよねみたいな、うん、おめでとうとか、なんかそれこそ父親となんかインスタつながってるとかの女の子とか、うん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 、あ、いい家なんやろなみたいな、いや羨ましいわ、すごいわ、すごい。だ逆にさ、女の子は俺のイメージ、家がめっちゃ厳しかったりとかすると、女の子は、なんか闇深いイメージある。まあそうっすね。うん。まあそうっすね。まあ女の子に限らずか。まあそうっすね。うん、だその闇深いやつが、うん、その男やったら、うん、ベンチャーとかにぶつけるんじゃないですか、なんか。仕事みたいになるんじゃないですか。確かに、まあ、カモスタンボは片側で言うと闇深いっちゃ闇深いかもな。うん。なんか、そう。で、なんか、うん、でも、フーミンもね、いまだにお父さんとインスタつながってるんじゃないですか。死んだんや粗品以来やわ。でっか、粗品以来やわ。そんな、死んだんや。次の日に死んだちゃうねん。そっか、残念っすね。そうよ。でも、バズってよかったっすね。あ、何が何が。ああ、その、父親の動画。父親生きてるうちに。ああ、そういう意味ね。そうそうそう。あ、そうそうそう。いやし、死んでたらね、ちょっと父親とのエピソード話させてもらうと、奇跡的に父親と3か、その死ぬ3ヶ月前ぐらいに一緒に動画撮ったんよ。うんうんうん。で、その父親が今の若手日どう思うかみたいな、はいはいはい、父親に怒られるみたいな企画面白いんちゃうかなと思って撮って、いや、それもタイミングめっちゃ良かったなと思って。うん。ね、で、その死んだ後はそれと撮られへんし。撮られへん、当たり前やけど。うん、そのなんていうの、それが残るものとしてちゃんと撮れたのが良かったなみたいな、うん、わあ、良かったっすねいやだから YouTube って熱いよな。 YouTube 熱いのよ。いや、それ思うっすねそう、みんないつか死ぬから YouTube やった方がいいよっていう。いや、マジでそうやった方がいいし、まあ若手 TV ってインタビュー系やから、やっぱ出るのビビる子とかもおるわけよ。うん。いや、まあなんか分かるけどみたいな、ネットに残るのが怖いって気持ちは分かるけど、まあね、就活に響くかもとか。でも多分残るメリットの方がでかいっすよね。そうだから思い出になるから、出たら出たで。いやだからほんま20年後とかにさ、うん、若手 TV 出た動画みんなで見返したら多分爆笑できますもんね。そういうことよ、そういうこと、そういうこと。なんやねんこの赤いやつとか言って。そういうこと、そういうこと。失礼すぎやろとか言ってね。だから、そんな残るもんありますかって話なんよ。そうっすね。まあ、若手に限らずやけどね。そのなんか、みんなみんなで YouTube 始めた方がいいやろうし。いや、ほんまみんなやった方がいいと思う。それは思うよね。うん、思う。だってほんま100回見られてるだけでもほんま奇跡やで、うんうんうん、100回見られることなんかないねんから。ない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 。自分がなんかしてるの、みんなやりなさい。うん、よかったっすね、 YouTube 始めれて。マジでそう思うわ。誰のおかげなんすか。ネバタピーやね。完全にそう。おいおいって言うたや。しネバタさん、ネバタでもこれはガチでそうっすね。いや、でも何やったっけな、ビーヤマかな、ビーヤマ、なんか自分が上京したてのほんまに一兄弟生で何も分かってない自分を、うん、ビーヤマが言うには、いや、ほんネバタピーのおかげだよ本当にみたいな、風味が変わったのはみたいな、うん、もう自分がもう上京した時に毎晩六本木の夜の飲みに連れて行ってもらって、うん、でそれこそお笑い芸人さんとかいる場で結構鍛えてもらったんよ。いや、それすごいっすよね。いや、ほんまにほんまに。だからそういうのきっかけで自分が垢抜けていったというか、物おじせんくなってきたっていう。心がね。あ、心が、そう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 。見た目は垢抜けしてない。28歳やけど。いや、僕も負けてないですよ。ほんま、急に芋臭くなったよ。あざす。やらしてもらってます。だからまあ、そんなこんなで、まあ、感謝はしてるって感じかな。うん、そうっすね。でもどうっすか。何何。乃木坂の子が来て、うん、高校生の時見てました。私、うん、ビーヤマさん推しなんですよって言ってきた。センスないな何も見てへんやん。いや、ね、センスなさすぎやろ。いや、それが役割っす。頑張っていきましょう。まあ、そうやな、はい、うん、ということで、はい、2人でちょっと来週ファンの皆さんにはもしかしたらあれかもしれないですが、うん、まあ面白かったんじゃないかと。うん、はい、また来てください。おい、また若手も出ますんで。あ、どうぞね、お願いします。あざした。